はい、こんにちは。今日なんですけれども、逃げちゃダメだダイエット、経過報告していきたいと、思います。約2週間ぶりの経過報告だと思うんですけれども、最近ですね、ようやく、停滞を脱出しまして、でまあ、今日はですね、まあ、なぜ停滞をしたか、その原因と、停滞を脱出した方法を紹介したいと思いますで。先にですね、今の体の状態を紹介したいと思います。せーの、と で現在はまあこういう感じでございます。先にですね、体重を測っていきたいと思います。体重はですね、7 2 7キロです。体重はですね、前回に比べて落ちているんですけれども、まあ、少し今、水分が抜けているのかなと思います。同じ条件で測ってるんですけれども、今暑いので、少し水分抜けているのかなと思います。まあ、見た目はですね、ちょっとですね、こう触ると、まあ、腹筋ポコポコしてたりとか。 あとは、胸とか少し輪郭出てきたんじゃないかなと思います。肩とかね、こういったと少しだけ線が入ってきたりとかしました。今年はですね、上腕三頭筋の長頭とね、背中は少し頑張ってたので、どうですかちょっと、ポージングめちゃくちゃですけど、どうでしょうパンパーンうう 失礼しましたということで、まあ、体重ですね、まあ、ようやく7 2キロ台に行きましたここまで来るのに結構苦戦してまして停滞を一時期してしまったんですよね うんまあ、カロリー計算と体の様子を見ながら、まあ、体は元気だったんですけれども1 5 0 0キロカロリーくらいだったので、まあ、もうちょっとね脂肪の減りが早かったりとか、まあ、体重の下はも早かったりとかするんじゃないかなと思ってたんですけれども脂肪がね思うように落ちなかったんですよ、まあ、トレーニングにおいてはその使用重量が下がったりとかボリュームが下がることはなかったんですけれどもなかなか体重が落ちなかった時がありましたでそれはですね主な原因が一つありまして、まあ、それはですね食事ですやっぱり食事って大事だなと思いましたでその食 食事の中でも炭水化物とタンパク質 なんですけれども、特にこのタンパク質ですね。僕、普段の食事の取り入れ方とか、そのトレーニングメニューの考え方とかっていうのも、ある一人の方をすごく参考にしてます。で、それはですね、まあ JBBF のボディービルダーの田代誠さんが非常に僕は個人的に好きで拝見させていただいてるんですね。まあその中で、田代誠さんの原料のですね、まあ食事、一日の食事の中で、こちらなんですけれども、タンパク質の総摂取量の約8割以上ですね、ホエプロテインから 摂取しているんですね僕もですねプロテインをメインに僕の場合は体重かける1 6から1.8タンパク質を取るので間とって1.7約 128g のタンパク質を取るのに大体ですねまあ、それこそ8割以上。100g 前後はポエプロテインンからタンパク質を取ってたんですよねでそうなってくるとなかなかねその体重の落ちが悪くなってきてカロリーも抑えてるのに体重のオチが少し悪かったりとか脂肪のオチがちょっと悪かったりとかっていうのがあったのでここをですね逆にしたような形になりますプロテインを 40g 取ってそれ以外はまあ咀嚼で取るような生活にしましたでその咀嚼のタンパク質は鶏むね肉サーモンと牛もも特にこの3つを メインで、えっと、食べて順調に落ちていったという形になります。 咀嚼による代謝が非常にあの大切だなと思いました。やっぱり食べている時からもう体熱いですもんね。咀嚼をなるべく入れてあげて、咀嚼からタンパク質を取ってあげて、で、足りない部分をプロテインで補うってことが非常に有効かなと僕は思います。田代誠さんはじゃあこれなんでかあんな素晴らしい体を作れるかっていうと、やっぱりそれは一年中ね、やっぱりボ,ボディービルダーとして、もう日本のトップのボディービルダーとして、クリーナー生活を行っていて、常日頃、もう仕事もね、シンクフィット そのまあ、取締役として一年中働いてそれでトレーニングをしてでそれで食事もプリンで管理してという形なので減量幅もねその脂肪いっぱい付いてる状態からその体重を落とすっていうような形ではないので、まあ、絞れるんじゃないかなと思いました。 次に炭水化物なんですけれども、炭水化物はですね、今はメインで食べてるのはカボチャ、干し芋、ジャガイモです。最近ですね、よく YouTube で言われている、まあ腸内環境を良くするっていう面では、しっかりと食物繊維をですね、炭水化物からも取り入れたいので、カボチャと一人市販で売ってる干し芋。プラス、ジャガイモっていうのは今度ですね、まあちょっと動画でやるんですけども、非常に優秀な炭水化物なので、揚げたりするとカロリーも上がってしまって、g i 値も上がってしまうんですけれども、揺れたりとかね、少し温めてあげるというような食べ方をしてあげて、炭水化物はその芋 つで回していいるような形でございますでそれプラス朝の加藤のえっとフルーツですねあれはローソンで売ってるミックスベリーなんですけれども、まあ、6 0ロカロリーでカロリーも低いしすごくすっきりして食べれるので、まあ、それも撮ってるような形でございます今日はちょっと出る大会をですね最後にお伝えしようかなと思います 今年はですね、出たいなと思っていたコンテストが9月23日ぐらいに行われるナバジャパンに出たいなと思ってたんですけれども、とてもじゃないけど間に合わないということなので、今回はですね、11月の28日 APF ジャパンクラシックっていうのに出ようかなと思います。 でこれはですねとなんかそのフィジークとかでも年齢別とか体重別で出れるみたいなので、まあ、僕今回仕上がり多分65行くかかないかぐらいだと思うのでフィジークのマイナス65キロぐらいに出るのかなという感じではい出ようかなと思いますで正直その仕上がりのペースで言うとあの僕ってカロリーをいくら切ることでも何も食べないで過ごすことも実際できる タイプの人間なんですけれどもなんかまあ今回はちょっとカロリーもねそれなりに取っていきながら今はですね、まあ、1500とかあと場合によっては1200とかの時もあるんですけれどもそういうような感じで先にハードに落としていってでそこからバンと絞り切れてきたりとか仕上がりが見えてきたらカロリーを上げていくっていう感じで2200とか2500600ぐらいに上げていくという感じで考えているので今はちょっと非常にカロリーを抑えている時期ではあります。仕上がりで言うと、まあ、多分10月の 半ばぐらいには仕上がりそうな感じなんですけれども、まあ、そこで、えーとまあ、仕上がったなら、まあ、ちょっとその前倒しでこの11月の28日以外にももう一本大会に出てもいいかなと考えているのでとりあえず今この11月28日 APF ジャパンクラシックというのに。 えっと、出ようかなという感じでやっております。ということで、今回ですね、まあ、ダイエットの停滞ですね。まあ、この停滞した時っていうのは、それこそ、カーボサイクルって言って、カーボをね、ハイカーボにしたりとか、ローカーボにしたりとか、カーボを1週間のうちに変えていったりとかするようなやり方とか、糖質を完全に切って、ケトジェニックダイエットにしたりとか、切り替えたりとかすることも大事なんですけれども、その前に、まあ、カロリーをね、ある程度制限してるのであれば、まずはその炭水化物の種類を見直す。例えば僕の場合は、パンをいっぱい食べるとですね、すごいむくむんですよね、体が。なので なので体重の落ちも悪かったりとかカロリーをこう調整してても体重の落ちが悪かったりとかむくんでるのが顔で分かるんですよねなのでまあ芋とか食、まあ、物繊維が多い炭水化物を取るようにしたりとかプロテインシェイクが7割8割の生活なのであれば逆にしてあげて咀嚼でタンパク質を7割8割取ってあげてプロテインは補助で取ってあげるとかまあすごく当たり前のことなんですけれども自分に合ったやり方を探してあげるといいかなと思います本当に今回思っったのはは太っている人は タンパク質は咀嚼を入れてあげて体の代謝を促してダイエットの食生活を進めるのが僕は非常に有効だと思いました。ということです。それでは